お電話ですけど大丈夫でしょうか。皆さんこんにちは。お世話になります。第7回ブラックシップコンサート下田文化会館の前期オカリナ合奏団にお越しいただきまして本当にありがとうございます。昨年に引き続きですね、2回目の出演になります。昨年はですねコロナの真っただ中でしたので配信コンサートだったんですけど、今回はこうしてお客さんの前でね吹けること本当に楽しく思ってますので、最後までごゆっくり聞いていただけたら嬉しいと思います。わずか1時間足らずですけど、いろんな曲を演奏しますので、最後までオカリナの音色とあとピアノの音色を楽しんでくださると嬉しいです。まず1曲目に聴いていただいたのはサウンドオブミュージックからですを聴いていただきました。次はですねヨハン・シュトラウス2世が1867年に作曲されたウィンナーワルツ美しき青きドナウを演奏します。シュトラウスのですねウィーンの森の物語皇帝演舞曲、そして、このウィーン、美しき青きドナウが三大ワルツと言われています。この、美しき青きドナウはオーストリアでは第二の国歌と言われるほど親しまれている美しい曲です。それでは美しき青きドナウのほとりに聴いてください。Thank you.
美しき青木ドナウを聴いていただきました。このオカリナ合奏団はね、団員約今50名ほどいます。そしていつもピアノを弾いてくださいます。先に紹介しますので拍手をお願いします。ピアニストの本橋真由美さんです。ありがとうございます。この合奏団はですね、今までもちろん海外公演もずっとしてきたんですけど、ここね数年はコロナで行けないんですが、ここ数年は単独の日本でのコンサートですとか、音楽祭に出演したりしている、常設のオカリナオーケストラでね、こうやって動いているのは大変珍しいオーケストラかなと思います。普段ですとね、こういうコンサートは東京からこうバスをチャーターして、来たりするんですけど、やっぱりまだねちょっとコロナ心配なので、今日は現地集合現地解散で、皆さん、遠いところは茨城県の水戸からですね来てくれたりとか、あと岡山からも今日は参加してくださっているので、ぜひもう一回拍手をしてもらっても嬉しいです。どうもありがとうございます。こうしてね本番でこう座ってると、なんか美しいね女性ばっかりですけど、中には男性もいらっしゃいますが、この女性の方々、団員の方々ですね、中にはですね80歳を超えた方が11人ぐらいいらっしゃるんですね。素晴らしいですね。まあ、あんまり言うとで団員に怒られちゃうので言わないですけど、平均年齢もだんだん上がってきまして、75ぐらいいってるよね。 そんなには言ってないかもしれないです。70ぐらいの団員になってますけど、でもですねこうオカリナはなんていうんですかね、こう吹いて指を使って頭を使ってなので、健康促進楽器としてもとても素晴らしい楽器なので、なんか噂によるとこの下田もオカリナの教室があるということなんで、いつかねなんか協力交流ができたらいいかなと思ってますので、その先生ぜひお声掛けいただけたら嬉しいかなと思います。さあ、続けてね、いきたいと思うんですけど、次はですねアメリカを代表する作曲家スティーブン・コリンズ・ホスターの名曲を2曲聴いていただきます。1曲目はオー・スザンナ。これは1848年に白人アメリカ音楽とですねアフリカンアメリカ音楽を融合させた、とてもアメリカでは人気のある曲でオー・スザンナ。そしてホスターも晩年の曲で、彼自身の白鳥の歌と言われておりますけど、美しいセレナーデの夢路よりを2曲続けて聴いていただきます。Thank you.
今日は結構忙しくて指揮をしてですね、喋らなきゃいけないのでちょっとゆっくり喋りますのでちょっとお待ちくださいね。ちょっと待って、息を整えて、ありがとうございます、ですね、オースザンナというイメージをねお送りしました。今日のコンサートではですね、このオカリーナというのを使ってますけど、皆さんご存知だと思いますけど、オカリーナはオカリーナといってイタリアが発祥の楽器になります。で、オカはガチョウさんということ でカリーナは可愛らしい何々ちゃんということなので、直訳すると可愛らしいガチョウちゃんという意味の楽器になります。まあ、日本語で訳されたときはガチョウの子供とかね言われているので、なんか鳥の曲も吹いたりするのがとても合うので、この合奏団でも鳥の曲を演奏したことがあります。で、今日はですね、この合奏団4種類のオカリナを使っています。ソプラノ、アルト、テノール、バスとなりますけど、まずちょっと一番この合奏団で使っている楽器で一番高いのは SF といってソプラノ F 管という楽器ですね。ちょっと沼田さん立ってもらってよろしいですか、ね、これこんな小さい楽器ですけど、ね、黒い楽器なんですが、これをソプラノの F 管って言います。 F っていうのはヘ長調のことを言いますよね。今日は1曲吹いてもらってもいいですか。お願いしますね。それではちょっと1曲聴いて、とても、ね、綺麗な音色なんで聴いてくださいね。これね、意外と緊張するんですけど、今日バッチリいったのでもう一回拍手してあげてください。沼田さんでしたね。だんだん楽器が大きくなります。今の楽器が F 管の 3F、ソプラノ F だったので、それよりファーミーレードと4度低い楽器になって、今度はアルトの C って言いますね。なのでちょっと大久保さん立ってもらっていいですかね。ちょっと楽器見せたいですね。で、今のこちらの、ね、沼津さんの楽器よりもこちらのはちょっと大きくなります。4度大きくなった分だけ楽器の協業力が広がるので低くなって、こっちは波長調の管になります。音程をねちょっと聞いていただくために同じ曲を吹いてくださるのでぜひ聴いてください。ありがとうございました。本番が一番良かったですそしてですね、C 管から、今度だんだん低くなってきますけど、今度テノールの F 管という楽器で、今の C 管ドシラソファ5度下がる楽器で、だんだん大きくなる。ちょっと楽器見せてもらう、田尻さんですね、楽器見せてくださいね。先ほどのこの F 管とちょうどオクターブ違う楽器になります。ちょっと音が低くて息遣い大変なんですけど、音色はとても美しいので聞いてもらいますね。じゃあ田尻さんお願いします。
テノールの F 管でした。どうも田地さんありがとうございました。そしてこの楽団の中で一番低い楽器ですね、あの一番右側の楽器ずらっと5人ぐらいがこのバスの楽器を吹いてますけど、ちょっと楽器を立ってもらってよろしいですかね。木永さん立ってくださいね。木永さんが吹いてこの楽器が、この楽団の中で一番低い BC バスの C 管になります。先ほどの大久保さんね、大久保さんよりもちょうどオクターブ低いので大きさも倍ぐらいに低くなってます。それでは木永さん、ふるさとでよろしいですか。はい行きましょう。もう一回4人の方に拍手をお願いいたします。ちょっと立って、皆さん本当に本番うまいよね。素晴らしいです。なんかあのやっぱりこういうものってね結構緊張するんですけど、やっぱり先生がいいんですかね。素晴らしい冗談でしょ。ごめんなさい、そんなことはありません。申し訳ありませんでした。ね、この4種類の楽器を使ってそれぞれ、ね、10人とか20人とか、ね、5人とか使って普通の合唱と同じように演奏をしております。ぜひ皆さんもですね、いろんなオカリナまだまだ種類あるので、ぜひいろんな楽器を吹いてですね自分を癒していただければ嬉しいかなと思います。さあ、次に行きたいと思いますね。次の曲はですねミュージカルキャッツの中からメモリーと、もう一つパッヘルベルさんが作ったカノンというのを、ね、お送りします。キャッツのメモリーはですね、あの有名なアンドリュー・ロイド・ウェーバーさんが作って、そしてカノンの方は、パッヘルベルさんが作ったんですけど、この曲はあの、3つのバイオリンと通奏定本のためのカノンとジーグっていう中から今日はカノンだけをお送りします。その2曲ちょっと聴いてください。
メモリーと、ね、カノンをお送りしました。このオカリナ合奏団の、ね、曲の中のオカリナのところはですね、私がアレンジさせていただいているんですが、あのオカリナ自体はですね、1860年代に、イタリアで発明された楽器で、手軽にこうクラシックができるようにと作られたと言われておりますので、なるべくあのクラシックの方も挑戦して、今までも昨年あたりはベートーベンの、ね、田園とか大工も少しやったりして頑張ってきました。今日このコンサートですね、もう間もなく最後2曲になってしまいましたけど、最後2曲は、クラシックをお送りしたいと思います。一つはですね、オラトリオメサイエよりハレルヤコーラス、これはヘンデル、ね、バッハと同い年のヘンデルさんが作りました。そして最後はイギリスのサー・エドワード・エルガーが作ったイギリスの、ね、もう第二の国歌と言われてます行進曲イフ堂々より希望と栄光の国をお送りして、このコンサートはお別れになります。あと2曲ですのでぜひ聴いてください。
どうもありがとうございます。優しい温かい拍手ありがとうございます。アンコールと勘違いしても大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。このオカリナオーケストラはですね、もうかれこれ本当に、ずっとやってきたんですけど、最近やっぱりコロナでねできなくなってしまって、オカリナを吹くっていうのはなんか息を使うことだったんで、なんかレッスンも自体もできなくなって、でまあ、ちょっと1年ぐらいお休みしてた時もあったのかな。でその後だいぶこう去年あたりから少しずつやって、で去年のこの1年前のこのコンサートで、まあ、無観客でしたけど配信コンサートができたので、まあ、それを皮切りに少しずつ、オカリナでね世界のこう輪を広げようということで、いろんなコンサートをしてありました。でこの下田は本当にいいところで、なんていうかスタッフの方もですね、お客さんも温かくて、今日演奏しても多分あの団員のみんなもですねすごく喜んでると思います。喜んでるよね。なのですごい強制してしまって申し訳ないですけど、でもねあの本当にこのオカリナを吹ける喜びを本当体いっぱいで今日表したコンサートじゃないかなと思います。ぜひ、またいつか来れたら来たいと思いますので、その時はあのぜひもうちょっとお友達とか連れてきてくれると嬉しいかなと。あ、冗談ですけど。ありがとうございます。あのこのオカリナはね本当になんていうか表現力豊かな楽器で、高い楽器から低い楽器まで とてもたくさんあって、アンサンブルに向いたとても素晴らしい楽器だと思います。であとさっきも言いましたけど、息を使うしね、指も使うし、もう頭も使うので結構体にもいい楽器なのでね、ぜひこの下田にもなんていうかなオカリナのこう文化が広がったらいいなと思うので、いつか皆さんといつか、ね、共演できるように私たちも精進しますのでよろしくお願いします。それでは、ちょっとアンコール1曲しか用意してないんですけど聴いていただければと思うんですが、この曲はあの去年ショパンコンクールがありましたよね。ショパンコンクールで、反田恭平さんが2位になりましたけど、その第3次予選かな時に、ショパンのラルゴ、神よポーランドをお守りくださいという曲があるんですけど、それを今日はですね、あの、まあ、神よウクライナをお守りくださいと題名を変えて、私たちの気持ちを伝えたいと思いますので、ぜひ皆さんもコロナ禍で、祈りながら、聞いてください。最後は、ショパン、ラルゴ、神よポーランドをお守りくださいです。
どうもありがとうございました。以上をもちまして、アンコール2曲用意してなくてすみませんでした。これで終わりになりますけど、これから退場しますので、退場するときもぜひ拍手でお願いします。それでは楽器を片付けて退場しましょう。